フェリーコーステン、またはシステム F はオランダのロッテルダム生まれのトランスミュージックのディスクジョッキー、リミキサー、音楽プロデューサー。トランスミュージックの一つであるダッチトランスの創始者の一人であり、しばしば DJ 界の頂点に立つ一人として取り上げられ、DJ マガジンの公式投票で8位にランクインした。コーステンは週刊のラジオ番組レソナチオンラジオの司会を 行っている一方で、世界中の様々な規模のイベントに参加している。フェリーコーステンは16歳の時に、初めて CD を出して、以来、数多くの編名の下で、プロデュースやリミックスを行ってきたが、公式にミュージシャンとしての仕事を始めたのは、彼が27歳の時だった。ティーンエージャーの頃、フェリーはしばしば父親の蓄音機を使ったり、 初めての鍵盤楽器を買うための資金を蓄えるべく、車洗いのバイトを行ったり、近所の子供にリミックスしたテープを売ったりした。後に彼は、友人一人とライブパフォーマンスを始め、1989年には、デグロとプライジャス・バンネ・ネダーランド賞を初めて受賞した。最終的には16歳の時に、数名の友人と共にレコードを出し、 ロッテルダムにいた1990年代、自分で制作した CD のリリースを始めた。この頃、アンダーグラウンドのハードコアテクノの一種であるガバのミュージシャンの曲をプロデュースし出したが、プロデュースの範囲は、クラブミュージックやハウスミュージック、さらにはトランスミュージックまでに広がっていった。ムーンマンの変名でリリースしたシングルドンと Be Afraid は、初めてチャートインし、 この作品をきっかけに、フェリーは作曲家としてのスタートを踏み切った。1997年、コーステンとパートナーのロバート・スミットは、オランダのダンスミュージックを専門に扱う、レコード会社パーアップル・エンターテイメント BV の子会社として津波というダンスミュージックのレーベルを設立した。この関係によって、ポーラス・テートというレコード会社の設立が可能になった。 フェリーコーステンは電気技師になるための勉強をし、技術学校でより高度な技術教育を受けた。1990年代末に人気を博し出したことにより、DJTS とビンセント・デムーはロバート・スミットといったトランス界のミュージシャンや DJ たちと共演する機会が増えた。1999年2月、コーステンはソロプロジェクトシステム F 名義で津波から、 アウトオブザブルーまでのアルバムを出した。そのアルバムにはメロディックな楽曲が含まれており、世界中のダンスフロアでヒットし、イギリスのシングルチャートではトップ20に入ったこともあり、その後に出たロバート・スミットとの共同プロデュースで出されたシングルくらいも、イギリスのチャートのトップ20に入った。5月にリリースされたグリエラ名義の楽曲、グリエラのシングルは、 UK シングルストップ75で15位を記録するなど世界中でヒットを巻き起こした。その次に出たシングルバルハラもイギリスのシングルチャートで27位を記録。1999年コーステンはロンドンのエイリクソンミュージックアワードでプロデューサーオブイヤーを受賞した。2000年9月グリエラからサードシングル天使がリリースされた。同年にはウィリアム・オービットの 弦楽のためのアダージョと U2 のニューイヤーズデーをリミックスし、このうち弦楽のためのアダージョのリミックス版はダンセスター2000アワードを受賞した。ミニストリー・オブ・サウンド・プレゼンツのダンスコンピレーションシリーズ・トランスネーションはイギリスで最もよく売れたダンスコンピレーションアルバムとなり、プラチナディスクを獲得するに至った。2001年、日本の歌手、 浜崎あゆみの楽曲のリミックスを担当。2002年にリリースしたアルバム IAM の収録曲 Connected にトランス色の強いプロデュースとなり、ドイツでは2003年にヨーロッパでシングルとしてリリースされた。2002年には自身初のベストアルバムベ e r y Best of f ーコ r y c o シ s t ム0 System F をリリース。2003年 Fairy Coast 名義で初めて、 ライトオブウェイというトランス、エレクトロニックアルバムがリリースされた。シングルカット曲には、パンク、ロック・ユア・ボディ、ロック、イッツ・タイムがある。また、ホワット・エバー、スター・トラベラー&、ライトオブウェイからもリリースが行われた。2004年、フェリー・コーステン名義でのアルバムリリースを記念して、ハイネケン・ムシカル・ホールで4500人の観客と、共に、 8時間の間、ロック・ユア・ボディ・ロックといったシングル曲を披露した。また、この PV は、オランダの TMF ・ダッチ・ MTV ・アワーズにノミネートされた。2004年、日本では、システム F の集大成として2枚目のベストアルバム、システム・ F ・グリエラ・ベストを2005年3月まで限定でリリース。収録曲の中には、日本のトランスアルバムサイバー・トランスのリスペクトとして、 サイバー F 名義のザ・ミッドナイトさんがある。2005年、自身のレーベルフラッシュオーバーレコーディングスを立ち上げ、セカンドシングル LEF をリリース。収録曲のファイアは、デュラン・デュランのメンバーサイモンとのコラボ作としてシングルカットされ、ミュージックビデオはザ・2006トランスアワーズの最優秀トランスミュージックビデオ部門にノミネートされた。2013年、フェリーコース展は、 小島プロダクションとプラチナゲームズのコンピュータゲームメタルギアライジングリベンジェンスのサウンドトラックに参加した。2015年レガイアの発売以来13年ぶりにクリエラ名義でシングル穴原をリリース。2016年クリエラ名義でリリースした2話はアーミン・バン・ビューレンがホストを務めるラジオ番組エーステート・オブ・トランスでチューン・オブ・ザ・イヤーを獲得した。 2019年、アウト・オブ・ザ・ブルーの発売20周年を迎え、システム、エフ・グリエラ、フェリー・コーステンといった革命儀での勢力的な活動を行う、ホワット・ザ・エフコンセプトを発表。その活動が評価され、インターナショナル・ダンス・ミュージック・アワーズで、レガシー賞を受賞した。2020年3月、家庭の事情で出演できなくなった、アーミン・バン・ビューレンの代理として、 エーステートオブトランスのホストを務め、第972回以降は、後半部のアワーノーニのホストを月に1回行っている。2020年7月、自身のレーベルである、フラッシュオーバーレコーディングを、アーミン・版ン、ビューレンのレーベルである、アルマダ・ミュージックの参加にすることを発表。2020年11月、自身がホストを務める、コーステンズ・カウントダウンを第700回で終了。 後継として、レゾナチオンラジオの放送を開始した。2020年12月、世界中の音楽制作者20名以上と共同で、制作するプロジェクト、トランスユニティを立ち上げ、フリーをリリース。 http://www.residen.advisor.net t スラッシュ,スラッシュ d j p r o x i l e e x p x i d イコール3デグロトプライジャスバンネダーランドハットバイオグラフィー2009年7月14日閲覧エリクソンミュージックアワード2009年7月14日閲覧 トランスネーション。2009年7月14日閲覧。ハイネケンミュージックホール。2009年7月14日閲覧。サウンドトラックのビハインドザシーンメタルギアライジングラベンジェンス。プラチナゲームズ。2013年10月16日閲覧。フェリー・コーストンコラボレーテッドウィズ22オブヒズ・ファンズ2プロデュースヒズ・ニュートランス・シングルフリー。 2021年3月23日閲覧。ありがとうございます。